はい、こんにちは、RQ19です。今日ね、ご紹介しますのは、こちら、オスティアのですね、拡張セットですね。大型の拡張セットになります。こちら、パイレーツですね。海賊が出てくるわけですけども、こちらのですね、パイレーツエクスパンションの方ですね、今日ね、ご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、ではですね、これね、オスティアのですね、これね、海賊拡張ね、パイレーツエクスパンションね、ご紹介していきたいというふうに思います。最初のですね、二つほどお断りがあります。オスティアのですね、基本ルールについてはちょっとここではご紹介しませんので、それはオスティアの方のですね、レビューの方をご覧ください。基本的にはですね、ご紹介済みですけども、こちらの方の個人本のところの船を動かしていって、ロンデルでアクションする。取るときにもらう回してアクションというね二重ロンデルでご紹介したいと思いますが、これのロンデルのアクションを使っていって各自の船をオスティア港からこちらの方までね送っていくっていうのが基本コンセプトでしたよということをねご紹介してありますので、オスティアそのものについてはそちらの方のレビューをご覧ください。下にねリンク貼っておきます。でもう一つのところですね、これですね開発中のものをお借りしてきています。なので細かいルール部分はですね最終製品版では変わるかもしれませんし、ストレッチゴールでね入っちゃうものも入ってるかもしれませんので、その点をねご了承ください。基本的な部分については大体合致しているというふうにお聞きしていますけども、部分的な細かいところは変わるかもしれませんという大前提でございました。さあ早速ですね、変わった要素ね結構多いので、ね、見ていきましょう。まずですね一番最初に変わったのがこちらでございますね。これですね自分のですね出身校とですねスポンサーみたいなのが手に入ったんですね。これを自分のプレイの最初の時に一定枚数いただいていて、こっからワンセット組み合わせを作るんですね。ということはここのところですねもうプレイヤー能力全然違うんですね。ここすごく良くなりました。私結構プレイさせてもらいますけど、これ非常に面白いです。一番最初から各自のプレイヤーここの方に追ってホニャホニャの時にはホニャホニャとかですね、なんとかっていうこの2つのこれね説明文があるので、これの能力のまたこう組み合わせになってるとこにくいわけですよねっていうところがいいです。でまたねいやらしいのがこれですよ。これなんだこれって感じでしょ。この黒いやつ、ここが新しく増えたんですね。これいわゆる負債です。これ返さないと最後減点です。なんで強いやついっぱい持ってるんですよね。これね減点がね最初からねということなので、このねクレット能力のね強弱っていうのはもちろんあるわけなんですけども、そちらのところのこの最初からね要はこれ負債ですからね、この量が違うというところでうまく表しているということで、これ非常にね好感が持てる追加要素その1となっていますね。これねやったらもう帰れませんね。こっち絶対やった方がこのゲーム面白いと思います。でもう1個の要素のですね一番大きいところがですね、これ海賊拡張と言ってる限りにおいてなんで、海賊現れたわけなんですね。赤系海賊と黒系海賊って分かれてるわけですけど、こちらの方ですね、これねこれ黒系海賊ね、これめちゃくちゃよくできてるんですけどね、これねこれ赤系海賊ってあるわけですけども、こんなとこにですよここ配置されているようになりました。ここの海をずっとこいつらが守っとるんですね。守っとるって変ですけど、これ海賊がこういう風な形に変わったんですね。なのでプレイヤーたちの駒がこういうところからパッ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 って行きますよね。ここを入るないしは通過するときねに戦力が必要になったんですね。戦力って何それって感じですけども、この個人ボードの横っちょにガバッとこれが増えるんですね。ちょっとこれのけますね。これが増えてここが戦力ボードになったんですね。新しくこれ実はどうなってるかというと、もともとねこれロンデルなのでどっか取ってパッパッと巻いてそこのアクションっていうねお話してると思いますが、ここのところのアクションがこっちガバーッと増えたんですね。ここのところでねこの自分のところでお金を使ってなんか買えるってフリーアクションと、このボード上のね権利を持ってるところの変換がお金からできますよって話はあったんですけど、ここですよ。ここほらお金で戦力変えるっていうのがこのアクション付き1回できるようになったんですね。ただでも1もらえますよとかね、1金払えばいくつかもらえますよっていうのあるので、例えばここのところにお金があってここのところから3金払えば3戦力もらえますよと、こんな感じで戦力を変えるようになったんですね。なのでこのアクションの中でここって船の移動、船の建造、ここって商取引をする、ここって建設するって、割とこの4つが非常に重要で、ここダブルアクションするってとこだったんで、若干ここのねこの商売のところちょっと弱かったんですよね。ここのところは一気にグワバーッと拡張されて、ここに行かないと基本的に戦力上がらんのですよね。この戦力を用意して自分の船が海賊のところに入っていかないと通れなくなったんですね、このゲーム。ここが全然変わったところですね。で、かつ上の方にもなんかありますけども、こうしたコマはですね、最初から4つほどもらっているわけですけども、ここのところにあるですね、この赤いの2、黄色いの2、ピンクの2っていうね、そういう2個2個2個っていうのを支払うと、これね、戦力2、木材2、ここの穀物2ですけど、支払うと、
とこれもらえるんですね。もらえるんですね。これ戦力1なんですよ。つまり恒久的に減らない戦力っていうのも取れるようになったんですね。なのでこちらの方のアクションが大拡充されていて、戦力をお金で買うということもできるようになったし、ここのまた別なんですが、特定の資源を支払うことによって永久に減ることのない戦力も入手できるようになりましたっていうのがこちらなんですね。でもちろん一番最初に得たこのね、例の能力の組み合わせね、このこれね、ここのところで得たやつはここにあるんですけども、ここもお金で返せるようになったので、これをお金で返しておけばね、最後に減点が少なくて済むと、こういう仕掛けになったんですよね。ここの全然違うでしょ。じゃあこれのね、これの感じの強さはじゃあどうなったのということなんですけども、じゃんじゃんじゃんとこのようになっており、なんだこりゃーというですね、これがね、海賊のですね、状態を表すボードが新しくできているんですけども、この上の方にですね、このね、黒2、赤4、黒2、赤4、黒2、赤5とか、これゲージがあると思うんですけども、現在の宝箱はね、一番あるところのゲージ見るんですね。今この状態全部あるので、黒2、赤4なんですね。つまりこれを通過するには、戦力2必要なんですね。この高級なのも足してもいいですよ。足してもいいので戦力が2必要ですよとこう言ってるわけですね。なので自分の船がここに入ってきた時に戦力2を支払うことができたら入れるんですね。そして宝箱をもらえるんですね。これね、赤と黒でね、もらえる量若干違いますけども、もらってここに置いとくわけですね。これなんだっていう話ですけども、ここよくご覧いただくと分かるんですけども、こいつを解放していくとですね、宝箱の点数入ってくるんですよね。だから宝箱は3点4点5点8点っていうなっていくので、実は海賊退治をジャンジャンしてると点数どんどん入るんですね。こういう風に変わったので、非常に前に進めることが苦しくなったが、これを倒していけばこれで VP じゃんじゃん入るぜと、こういうことになったわけなんですね。なのでここの入る量は船のね、数が決まってるので一定数ですが、どこまで奥の船を倒し込めることができるかというのが一つの大きい VP 加点要素になったわけなんですね。しかもなんか下私置きましたよね、ここね。これってなんだっていうと、この一枠切れた時にイベント起きるんですよ。ボーンとイベントが起きて、はい、じゃあこのライオンのアイコンみんな何個持ってますか。一番持ってる人最高返していいです。一番少ない人、新しい負債がやってきますと、これもんですよ。つまりゲームの開始の時にこれは公開されているので、区切りが来る。どこまでか分からないですね。みんなが行かなきゃここで、ここまで3つまでしか知りませんけども、どこまでか分からないが、この辺この辺この辺で、今回だったらこのライオンが多い人、建物が多い人、ユニコーンが多い人、船の数が多い人っていうののチェックが入って、負債が返済できるか新しく食らうかっていうチャンスがたっ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 たと用意されていると、こういうことなんですね。なので誰か海賊をじゃんじゃん入れ始めると、ここがどん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 のいていって、おいおいやめてくれよって言って、はい、2つ目のチェック入ります。建物の数一番多い人負債返していいです。建物の数一番少ない人負債をみんな食らいますって、こうなるわけですよね。でもやってる人はね、もう宝箱じゃんじゃんですよ。これこういう仕掛けに変わったんです。もうだいぶここプレイ感しますよ。これ断然これ面白いんですけども、こういう仕掛けになったんですね。しかも今ご覧になると思いますけども、ここなんか出てきましたよね。ここの宝箱をちょうどもらった人はこれも返せるんですね、この負債ね。なので非常にここね、大事なわけですよ。いいタイミングで入ってこの海賊でやっつけたいんですよ。でやっつけたいと私申しましたが、この海賊無敵なんですね。私が通った後も他の人通ったらいるんですよ。絶対に死なないの、これ。なんかね、なんだろうっていう形なんですけども、みんな必ず入らないと、少なくとも私のこのテストしてるバージョンでは、奥行けないんですね。奥行けないんですよ。絶対に行けないの、これ。だから、ここのところの、今までのやつだと、進める能力さえあれば、スッスッスッ進めれたんですけど、必ず戦力を一定分準備していかないと、ここから奥行けないんですよ。もう、近海までしか行けないの。奥の遠洋の方行くためには、必ず戦力ある程度必要で、そのためにはイベントがこれが必ず進み、宝箱がもらえるっていう要素をしっかり個人ボードの方のお金を使う商売のところで揃えていきましょうよっていうのにがっちり変わったのがこの海賊拡張なんですよね。ここがメインで一番変わったところですよね。で、もう一個大きく変わったところあります。建物を建てるアクションです。自分の船が通り過ぎていれば、そこに建物を建てれることできるっていうね、アクションがあるというのは大元の方でもご紹介しましたが、この建物を建てれば、こちらのね、自分の個人ボードの方にチロッと置いて、能力改善できますというのが元々の能力ですよね。なんだけど、そこまでいらないけどなーみたいなこと結構起きるわけですよね。ところで出てきたのはこれですよ。はい、じゃーん、新しいボードが完全に生まれまして、建物を建てた時にこれを自分の個人ボードに置いて能力改善するか、これ全員共通の早取りです。ここの下に書いてるのはついでに払わないといけません。
これを大きい2ウッド、2木材を払うことができたら、これがもらえる。これすごいですよ。全部のね、素材一気にもらえるとかあるんですけどね。これ建物足すとか、自分だけの勝利点がもらえるとかね。いきなりこのね、2個分もらえるとかいうのがあったりして、これ相当強いです。しかもこれマーケーゲームとランダムで変わるので、この建物を単に自分の能力改善するだけではなくて、かなり結構強いです、これ。もう組み合わせによっても。この負債、本当返せませんからね。負債をいきなり返せるのもあったりするので、これを、ここにそれぞれ早いもの順で置くことによって、これをもらい、瞬間的な能力、最終的な VP なんていうことをもらえるようになったと。こういうのが今回の海賊拡張の趣旨になってるんですね。おさらいしましょう。この海賊拡張は最初のゲームの開始の時にこの2つの能力っていうのを受け取ります。この2つの能力の組み合わせによって、自分の個人がどういう今回キャラクターなのか、何が得意なのかっていうのは分かってきます。で、これに応じて最初、負債をこう盛ります。これまず一つ。二つ目のところは、今回のところは、海賊というのがこの近海から沿海のところにずらずらずらっと弱い黒い海賊、奥の赤い強い海賊っていうのが現れることになったので、こいつらのところは自分のロンデルの商取引のところを使うことによってお金を支払って戦力を買う。これは毎回使い捨てです。か、こちらの方の一定の戦力、資材みたいなのがあるので、この組み合わせを払っていくことによって恒久的に働いてくれる戦力を得るというのを得た後でないと入れないと。しかしこれを倒せば宝箱が手に入り、宝箱は最終この恒久的な戦力によって VP になると。こういう仕掛けを持ったんですね。で、最後のところがこちらの方の建物を建てた時に自分の個人ボードではなくて共通のボードに置いて特定の能力をもらえる。正直強いです、これね。すごい便利。だからめちゃくちゃ悩むんですよ。自分とこのコストを下げたいんだけど、今欲しいよねとか、まあ、あるんですよ。結構ね、こっち。ほんと強いんで、これ。なので、ここのところ悩めやすくなったっていうのがあるので、どこからどこまでも悩ましくなったんですよね。船ね、じゃんじゃん作りにくいんですよ、そもそも。だって、遠洋に行けないから、これ、近海にいる船がいる間、次の船作れないですよね。だから、なんとかして、遠洋に送り込まないといけないんですけど、遠洋に送り込むには戦力がいるんですね。で、戦力いるには金がいるんですね。っていう、こう、だんだんなってきて、なんか前の面白いんだけどロンデルでスーッと行った奥へ行けたっていうのとこから割と考えて割と戦力を蓄えて割と海賊を倒して割と途中のイベントがあって割とこの自分の建物をどうするかっていうことをガラガラガラっと考えてやるのも何ですよ。いつもねロンデルでね取ってもらって置いてアクションですからねっていうの変わらないんだけどプレイ感が随分変わったというのがこちらの海賊拡張でございました。ただしゲームのプレイ時間そのものはそんなに変わっていません。なぜならこのトラックを上げたりね立てたりっていうのが一定要素で溜まるとこのゲーム終わっちゃうのでそこはそんなに変わらないのでこれ最後まで行かずにも大体終わることも多いです。ああ終わったわみたいになっちゃうのでそこのところのいきなり終わる感っていうのは前のままなのでどれに注目してどこに着目できるか簡単に横に行けると思うなよとここ本当に行けないんですよ前と違ってここね行けなくなったのででもめちゃくちゃ戦力持ってるやつは行くんですよ行ったりするのでああとても真似できないわみたいなことになるんですね。前だと割と簡単真似できるんですけども何に特化してプレイできるのかっていうところに非常に注目するようになったっていうのはこちら海賊拡張でございました。これはね随分プレイ感変わりますし一回入れたらとてもなしではねプレイできないぐらいね面白いんですよこれね。なんでねぜひねこれねお試しいただければなと思います。ただし最初も言いましたようにこちらですねまだねテスト版なので細かい私がねわざとこれいろんなのも配置してませんけども場所が例えば変わるかもしれませんしこのコストが若干変わるかもしれないということがねあり得るというのはご承知いただければというふうに思います。 The Game Gallery。はい、というわけでですね、今回ですね、オスティアの拡張セット、パイレーツエクスパンションですね、海賊拡張の方をご紹介いたしました。いや、うまく作ってあると思うんですね。元のやつはですね、やっぱりロンデルがね、分かりやすくできるのに、取って収入をね、回してアクションというところをですね、非常に分かりやすくなっていたので、船を進める、船を生産する、交易をする、そして建物を建てるっていうところに、すごい集約されてたんですよね。で、そこのところすごい分かりやすくなっていたんですが、これね、ゲーマーズ向けで本当にね、奥にうまくいけないんですよね。おかしいなぁと。サク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 
下げたはずなのなというところに戦略を考え、そのために能力も与えられ、そして建物が建った時にも違うところに持っていけなんていう抜け道を用意してくれているので、うまく海賊と渡り合ってくださいねなんていうですね、拡張セットとなっておりました。いやなかなかですね、非常に面白い出来上がりになっていると思いますので、ぜひですね皆さんねお試しいただければなというふうに思います。というわけでですね、今回こちらですね、オスティアの拡張セットの海賊拡張ねご紹介いたしました。たけみチャンネルの春休時期でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。